近い心理学、それではラジオネームキモタコさん、ありがとうございます。キモタコさんですか。キモタコさんですね。なんてコメントしたらいいか分かんない名前ですね。タコのキモかもしれませんね。なるほど。50代男性なのですが、1年半ほど筋トレを続けています。ほうほうほう。割と良い体になってきたものの、性欲が増加し、1日2回マスターベーションしなければ収まらないことがあったり、性風俗に頼ったりするなど性依存っぽい感じになっており、本当に困っています。発達障害を疑っており、神経発達症の心理テストを最近受けたのですが、結果はまだ出ておらず、以前もギャンブルやアルコールの依存に困っていた時期もありました。この年齢になって性に対して依存するとは考えてもいなかったので戸惑っています。どんな依存癖であっても本当に辛いのですが、筋トレはやめずにいつつも自分の依存癖を治す方法やなだめる方法など何かアドバイスをいただけないでしょうか、というお便りです。なるほど。何かと大変そうですね。え、うん、これあるんですかね、筋トレすると性欲増えるみたいな。なんかまあありそうだけどね、テストステロン系がなんか復活するっていうから、なんか筋トレすると、いや、そのさ、ぴったしの回答は分かんないんだけど、うん、知り合いが性犯罪の矯正施設で仕事をしてて、うんうんうん、で、あ、性犯って言ってもその痴漢とかだけじゃなくてさ、その何、下着取ったりとかいろいろあるんだけど、うん、なんかね、一定数はやっぱり男性ホルモンが強すぎたりする人がいるらしいのね。ああ、そうなんだ、うん、でそういう方に対してはその例えば、まあ、女性ホルモンを打つことを勧めるような場合もケースもなくはないとは言ってた。ああ、そうなんだ。それはもう生理学的生物学的なところだから、うん、そういうのはあるかもね。なるほど、うん、まあバリッとした答えは分かんないですけど、まあ、筋トレとその性欲が関連してるかどうか、まあ、分かんないですよね、まず。そうだね、まあ、ありそうだけどね、うん、でも結構そのホルモン系って侮れなくて、うん、例えばそのボディービルダーの人がさ、うん、筋肉つけるためにさ、それテストステロン投与して、まあ、それで肝機能障害になったりだとか、あ、そうなんですか、うん、とかその他のね、そういう性欲の減少とか亢進があったりっていうのも聞いたりするから、あ、そうなんですか、うん、だから意外とそのホルモン系って侮れないっていう気はしてます。まあ脳のね、バランスとかなんかそういうのもありますからね、うん、で人間の行動には大きくそういうのが影響してきますもんね、うん、で、あれか、性依存っぽくなってる、ちょっと困ってるってことですけど、うん、これはなんか今田さん知ってるってことか、依存症の話ばっかりだばっかり。いや、性依存の人さ、マジでさ、話聞いたら大変なんだよね。あ、そうなんだ、うん、いや、まずね、普通ってセックスとかってその愛情の表現としても使えるんだけども、ほぼね、その性欲処理だけになってるから、そこになんか相手いたわったりとかもないからさ。あ、そうなんだ、うん、だ、覚醒剤とかでもそうなんだけどさ、覚醒剤ってセックス前に使うことが結構多いんだよね。はいはいはい。だ、もうだから相手がただの肉の塊にしか感じてなくて、うん、適切なパートナーシップがこう育めなかったりするから結構大変なんだよ。ああ、なるほど、うん、だから本人としてはなんかどういうとこが大変なんですか。まあ、性欲ってかなり強い衝動だから、その抑えが効きづらいみたいな。ああ、コントロールはちょっと難しそうですね。だからその、ね、出勤前に一回マスターベーションしておくっていう話も聞いたこともあるし、なかなかね、その性的な話ってこう明けっぴろげに話す場所がさ多くなかったりもするから、うん、だから相談もしづらいし。まあそうですね、確かに。でこの方ね、そのマスターベーションとか性風俗って合法的な方法で処理してるからさ、まだすごくうまくやってるけど、うん、これがさ、満員電車でさ、なんか目の前の異性の方とかそういう方がちょっとなんか夏だからさ、ちょっとこう露出が多かったりして触っちゃったりして痴漢になっちゃうとかもあったりするからね、うん、だから本当に大変だと思うのね。なるほどです、うん、
まあ、筋そうすると、まあ、あと筋トレ、うん、まあ、筋トレはやりつつっていうか、まあ、だからその他の方法なんだもんね。なんか筋トレは逆にそういう発散するっていう意味ではなんかいいのか、そういうので。あ、そういう意味もあるのかもね。ああ、なるほど、うん、あれですよ、だからまあ依存症の基本をなんか岩野さんという人に私聞いたんですけど、うん、なんかそのやっぱ依存対象をなんかいろんなものに移行するっていうか、うん、なんかあのその一つじゃなくて複数に分散させた方がいいって話はあの岩野さんっていう人に聞いたんですけれどもそれはあれですか、こういう性依存みたいなのでも同じなんですか。性依存はね、いやちょっと分かんない、単純に性欲が上がっちゃってるだけだったらやっぱり今やってるように、まあ、1日2回マスターベーションするなりなんなりっていう方法はありだと思うのね、まあ、欲求を下げるって方法ですよ。そのあれだよね、そのアダルトコンテンツだったら全然話違うんだけど、うん、この場合はどうなんだろうね。まあもちろんそのストレス発散の方法を性欲に関するもの以外で増やすのは全然ありだと思うのね。うん、あとはあれだよね、その衝動性が短時間のものなのか長時間持続しちゃうのかによるとは思うから。ああ、なるほど。短時間で済むんだったらちょっと気持ちを切り替えればいいんだけど、うん、ずっとそのなんだろう、性欲が上がってしまって何とかしたいっていうんだったらちょっとそれはまた工夫が必要な気はする。その状況にもよりますよね。あ、だからその性欲も結局瞬間的にさパッて上がる場合もあるか ら、うん、だからそれがその収まらないのかどうかっていうのは一つちょっとチェックするポイントなのかな。あ、なるほど。うん、もしちょっと置いて落ち着くんだったらコントロールする方法あると思うから、うん、って気はしますかね。そういう感じか。まあホルモンを侮るなっていうことと、うん、あとはまあ、あの今話したようなこととか、あ、そういうのも、うん、したらかな。サウナとかはどうすか。コーピングのを増やすっていう意味でサウナがいいんだったら別にいいけれど、なんか脳のその刺激の反応的に遠くの刺激を増やしてあげる多分いいと思うんですよね。そういうので、だから覚醒剤とかの時だとなんかその性的なことになんかそのコーピングを変えるとかって話とかもなんか昔聞いたことあるから、それってなんか似たような刺激を脳の中で感じられるようなものを増やすってことなんだろうなと私は認識してたんですけど、うん、そういうのでも ないですかね。まあ、確かにメサドンとかっていうさ、その合法的な薬を使うことで、うん、ちょっとその覚醒剤以外のものにそのレパートリーを増やすっていう方法治療はあるけどね。ああ、そういうのもある。うん。うん、なかなか大変そうだなっていうか、うん、考えてると。まあ、あと古典的だけど、その例えばその性欲がこう更新してもなんとかなった時だとか、うん、性欲が上がらなかった時っていう例外を探してそのパターンを増やしていくっていうのはまあ基本的な作戦としてはよく使うけどね。ああ、そうっすね、確かに、うん、だからなんかめちゃくちゃうまいジョジョ園のお肉食べてる時は少し良かったって時はなんかそういうコーピングをちょっと増やしてあげるといいみたいな、そういうことですよね。はい、あのあんまり金かかんないものの方がいいけどね。いや、まあ、そうだよな、なかなかないんだよな。でも、うん、私がおすすめするのはサウナとあとうまい肉食べるとウニの蜜ですね。うん、まあ、筋トレもね、筋トレが直結、性欲に直結しないんだったら筋トレでもいいと思うけどね。うん、まあ、筋トレはなんかあの欲の発散的にはなんか良さそうですけどね、うん、どうしたらいいかっていうのは。結構、覚醒剤依存の当事者たちは筋トレ好きだからね。ああ、そうなんだ、うん。みんなムキムキよ。へ、まあ、ね、マラソンとかそういうのもいいのかね、そうしたら。ああ、そうね。まあ、多分これ何が行動として具体的にいいかっていうのはちょっと明確にあるものはないと思うので、うん、なんかいろいろね言ったようなこととか試してみるっていうのもちょっとあるかもしれない。うん、なかなかねその相談しづらいような内容だったかもしれませんが、ちょっとでもね役に立ってたらと思うんですけどね。そうです、ね、
なんかこういうの解説してる本とかなんかあるんですか？それって。あ、そうか、あの、なんだっけ、性依存の本あったな。あった、あった。何だったかな、ちょっと待ってね。なんかあの臨床用と当事者研究用のやつ2つあって、すごいいい本だったんだけど、生々しいけどね。そうなんですね。じゃあ概要欄にでも貼っといてくれる。あ、これ榎本実先生の間、性依存症の治療か。でもなんかそういう話とか、ポルノ依存の話とかってなんか話題に上がってくるんで、なんかそういうのもちょっとコンテンツとしてパチコイでも取り上げていけたらいいですね。そうね、一応ね、インターネットポルノ依存に関しては調べたんだけど、このセックス依存とか性欲に関してはちょっと俺もね、まだ調べ尽くしてないので、ちょっと今度調べておこうと思います。ああ、心強いですね。あ、今あれか、 Kindle 期間限定キャンペーンで1485円で売ってるから、ポチっちゃおうかと思います。そう、最初 の、 あの買い物依存の話に戻りますけどだね、買いすぎには注意してください。気をつけます。バチコイ心理学、今日も YouTube 動画ご視聴ありがとうございます。我々はラジオで情報を発信しています。概要欄の Google フォームから我々のお便りをお送りください。そちらをラジオの方で紹介したいと思います。